ディーバ。ディーバ、ディーバは、かつてアメリカのプロレス団体、WWE に登場する、女性プロレスラーの意図して2016年まで、使われていた総称。直訳は歌姫であり、これは、WWE ディーバの一人、リリアン・ガルシアらが試合前に国歌を歌っていたことに、ちなむ。WWE では2016年、WWE ディーバズ王座が、 WWE 女子王座に変わったことで自然消滅。女子レスラーも男子同様スーパースターと呼称されるようになり使用しておらず、主に日本国内において試合介入もする女性のセコンドの意味で使用されている。なお、J スポーツの字幕や週刊プロレスなどのメディアにおいてはディーバと表記される。アメリカのプロレス誌において女子プロレスは 男子プロレスに対して長らく添え物であり、区別のために故障された。もともとは、マネージャー役として試合を行わない者を指していたが、プロレスラーとして試合を行う選手も合わせて、ディーバと呼び、2008年には歴史を重ねてきた、WWE 女子王座と並ぶ形で、WWE ディーバズ王座も新設され、各々レスリングの基礎的なトレーニングを積んでいる。 ただしセコンドまでに止まり、全く試合に関わらない者も,もいる。アングル上、男子レスラーとの恋人であったり、結婚していたりなど、男女関係に関わるストーリーを盛り上げる上で、欠かせない存在となっていた。故障変更とともに、WWE 内では、添え物詞が変化しており、日本の女子プロレスラーの参戦増加。 元ユフック世界王者ロンダ・ラウジー登場などあたりの強いものへと変化。WWE 役員であるステファニー・マク・マホンは近い将来、女子の選手数が男子の選手数と同じぐらいになってもいいと発言している。WWE ではディーバ同士の試合をするが、時にはマネージャーなどとして随伴してきたディーバがスーパースター同士の試合にアングル上巻き込まれることもある。 初期のトリー・ウィルソンやステーシー・キー・ブラーがモデル転校組だったことで出自をモデルとするものが多いがレスリングなどの格闘技から転校した本格的なリーバーがパワーファイト見せることもある日本のア部美穂はレスリングの基礎こそないがセクシーパフォーマンスを筆頭にビンタやキックなど積極的に試合に介入させられており2016年スーパー J カップの舞台においては 重心サンダーライガーを激怒させ、タイチウェスカシダ戦においては、トップロープから飛ぶクシダの盾となって、タイチをガードしたり、タイチ独特のヒールファイトに習いパイプ椅子を入れんでの参戦を見せた。ディーバには、単にレスリングの上手さのみならず、セクシーさも要求される。かつては、ビキニマッチ、下着マッチ、PPV、タブチューズデーにて行われた、コスプレマッチなどのセクシーさが、 売りとなる試合も多く組まれていた。ディーバを扱ったプロモーションビデオにおいても同様の傾向がある。多くディーバの前職はグラビアモデルやポルノ女優、ボディビルダーなど、スタイルがよく水着、もしくは下着になることを厭わないような職業であることが多い。ただし、ファミリー路線を進めてきた現在では、このような過剰にセクシーさを売りにした試合や演出は、 今度行われなくなくっている。日本では、鈴木軍の工業において入場パフォーマンス中に、マカベガタの眼力にひるみ、大地のディーバでもある阿部が、ロープから転倒して、ブラホックが外れてしまい、あわやポロリのセクシーな大惨事となった。ディーバを対象にしていた王座は、WWE 女子王座である。この王座は、もともとは、WWE の3つのテレビ番組のうち、 RAW が管理する王座である。もう一つの番組、スマックダウンにはディーバを対象にした王座は存在しなかったが、2008年に WWE 女子王座のスマックダウンン、WWED ーバーズ王座が創設された。その後、王者が入れ替わりに移籍したため女子王座をスマックダウン。 ディーバズ王座を RAW が管理していたが、以降は統一ディーバズ王座として王座が統一されたが、2016年に WWE 老女子王座に入れ替わり消滅。これをもって WWE 管理の選手権からディーバの故障が撤廃された。WWE で活躍した田尻が帰国後に、旗上げした団体、スマッシュでは女子を対象として王座を ディーバ王オーザと名付けたことがある。これ以外では、試合介入する女性のセコンドという意味で、使用されており、マイケル・ベネットに対するマリア・ケネリス、バレット・クラブに対するアンバー・ギャローズ、CMLL 選手に対するシモナ・ミマの例がある。また WWE でディーバを務めた鈴木ひろコが、ハッスルでも引き続き芸者があるとして、ディーバの役割を務めた。日本では、 新日本プロレスのヒールユニット、鈴木軍の大地が、テレビ番組を見ていた際に出演していた同郷の、グラビアアイドル、安部美穂へ、ラブコールし2015年から従えており、独特のコーラス入場では、好き放題にイチャつきながら、試合に介入させている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。